はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、新聖堂高校、例によってキャッチャーでやっていきたいと思います。まあ、ここ最近ね、ちょっと別の高校もやってたこともあって、経験点とか全体的な評価が伸びてないので、まあ、ちょっと新聖堂高校に戻ってきました。で、デッキの方は、まあ結構前に上げている、動画と同じ形になります。基本方針も同じです。で、これは簡単に言うと5上限アップで、レイリーで独身術を取って、あとはキャッチャー系の金徳をちょいちょい取っていくような、感じになります。で、あとは、天才の入部届がね、今配られておりますので、天才の入部届を持ってきてますということでやっていきましょう。で、まあ、練習に関しては、まあ、やっぱり帯同2人っていうのが重要なんで、まあ、帯同2人ある練習をしつつ、かつバックアップレベルもね早めに上げたいんで、まあ、各イベキャラのね評価も早めに上げたいというようなところを目指しつつ、最初に監督を発動させて、であとは登場で、あと基礎経験点の4人みたいな感じかな。だから監督が、まあ、そもそもいないんで、ここはもう評価的にここだね。もう2人ついてるし3人の評価が上がるんでいいでしょう。で、奥村4だったよね。4溜まったら使っちゃいますか。で、これはここ一択。バックアップレベルが上がると経験点全然違うからね。で、一回精神挟んでるんで、天才覚醒千丸はつかない。あとコーチね、コーチも早めに金徳を回収したい。片岡監督2人で奥村の評価も上がるんで、ちょっとまあまずは先に使っちゃおう、奥村の魂を。これかなり美味しいよね。これ何がいい？態度、技術か。一応他のも見るけど、まあ、ちょっと片岡監督引っ張ってきて、まあ、なるべくね投手と練習できる機会を増やすと。で、ここでこれが来てくれるのは結構美味しい。まあ、やっぱり体力は高めに保っておいて、休むをね使いたくないんですよね。一周でも無駄にしたくないっていうのがあるんで、体力が回復できる選択肢があるんだったら、もうどんどんそれを選んでいきたい。で、忘れずに片岡監督発動させます。で、次どうしようかっていうところなんだよね。これはまあ状況を見つつ、誰が帯同できるか。ここ4人か、いいな。評価上げは重要だからね。奥村か、コーチは1人、まあ沢村1人か。沢村は引っ張ってくることはしないけど、どうする？ちょっと一回やろう。4人評価上げられるのはやっぱりでかいんで。で、もう沢村とも練習できます。で、あと吉川さんをどうするかなんだよね。まあ、これは状況を見つつって言ったところなんですけど、吉川さん12とかだっけ。そうだよね、チームメイト評価10はねでかい。2人帯同してればちょっとやってもいいけど、コーチがいるところは人がいない、人がいないけど、やっぱりやっときたい。くれ金徳を。コーチ結構振り回されるからね、来ないし。くれるときはもう速攻でくれるんだけど、くんないときまだくんないから。そう、これでねチームメイト評価がね下がっちゃうんですよね。で、吉川さんいいけど1人しかいないからちょっとほっとく。で、できれば東条だな。じゃあ東条を持ってきたい。いるか、いいね。回復しつつ、これ東条持ってこれるよね。わかんねえ。この3人重なったとき一応法則があるんだけど、東条と小湊春口だったから下2人とかだっけ。で、意地悪なやつにしておいて、一応キャッチャー骨はやっぱり回収しておきたいでしょ。で、東条をじゃあ使っちゃいます。で、上にしとく。
精神で、またちょっと魂ためをやるんで、魂ためをやりたいんだけど、こっちもやりたいけど、まあ2人だな、やっぱり引っ張ってくるのは重要なんで、2人引っ張ってこれる練習にしましょう。やっぱりね、青銅高校はね、下地を作ることが重要なんで、ここでなぜか満塁を取って、星空星光くんは意外に最後ね、体力持ってかれるからね、それがちょっときつい。途中で体力回復があるわけでもないんで、まあ、もしかしたら星空星光くんを別のキャラに変えるっていうのはありかもしれない。コーチか、108取れるんだよね、108取れるんだけど、吉川さんどうしよっかな、やろう。これちょっとあんまり俺吉川さん使わないんだけど、今回使ってみよう。お、いいねいいね、しかも体力も回復、ここでさらに体力が回復できる。もうモテモテとかどうでもいい、俺は野球に全てを捧げている。モテモテになったけどさ、吉川さんに全てを捧げる。よし、タッグが組める、やっとこう。はい、倉持の評価が上がったとかよくわかんないんだけど、で、あ、これね、早めにバックアップレベルを上げたいんで、まずは単独タッグであるみなとちゃんで、星空星光くんは意外にね、あの得意練習率アップついてるんで来ます。で、来ないのはこっちが本当に来ない。で、片岡監督一人なんだけど、バックアップレベルを上げるっていうのはマジで優先するんで行きます。で、メンタルもいるんだけど、やっぱりね、まず立橋さんが来ないときマジで来ないから、上げられるときに臨床のバックアップレベルを上げておく。これ早めにできると多分楽になる。で、立橋さんの帽子は笑いでごまかす、わはは、回復で、レイリーがちょっと走り出したので、まあ、少し気にしていきますか。まあ、経験点は取れるところなんで、ミートは結構上げられると思う。瓶まで上げとこう。で、弾道も3にしておく。てか、そもそも天才だから結構高いな、能力が。で、奥村が上げられるね。で、立って橋、港ちゃんと野球マンは乗ってる。で、みゆきがまだ。銃使ってもまだこれだからね。やっぱり使っておくべきだな、とちょっと思いました。で、ここは2人引っ張ってきつつ、奥村の評価上げますか。肩、そう、ここでコツが取れるからね。で、ここで10上がった、これはでかいぞ。コーチ1人、ちょっと1人は嫌だ、俺は寂しがり屋だから。で、ただしみゆきまだ乗ってねえし、レイリーと基礎経験点はまだ上げられないから、いや、でも回復しつつだな、ちょっとここはメンタルで回復しつついきます。練習回数をね、やっぱり増やす。で、奥村いつもあれだけど、どうしよう、金徳、まあ、大体俺バズーカ取るけどね、この編成だったら。で、肩、これはね、筋力が上がってほしいよね。まあ、バックアップレベル落合コーチ、うん、ちょっとバックアップレベル優先だな。で、川上が1人だけどね、これはもうしょうがない。補給ありがとうございます。筋力で、次、あ、メンタル来てるね、もうメンタルも上げよう。これいないけど、バックアップレベルはマジで上げておくことをおすすめします。で、ノリは技術なんで、技術はね、まあ、アトロコーでいいと思う。それよりよく使うっていうか、ちょっと足りなくなりそうな敏将とかシラスとかね、あと精神の麻生とかを早めにやると、なんか割といいと思います。だ、基本的に基本なんでこれあとは自分で消化して。で、2でしょ。筋力が上がる、誰を持ってくれる、みゆきと麻生か、違う、ハルッチもいるのか、どうしましょうか。
ここはシラスか。シラスは美味しいよな。3で、みゆきが、そうか、そうすると筋力3、技術は3にしときたいんだよな。筋力はね、上限突破させるわけじゃないんで2でもいいと思うので、ちょっとここは沢村とシラスを引っ張ってきて、シラスの敏捷を発動させよう。よし、それでいきます。てか港ちゃんタック来てるしね。なんかタック来ねえとか言ってたけど、さよなら男、伝説のさよなら男取れる可能性あるから。でまあ、4種類練習はね、あの1年成人が来たら狙っていけばいいと思います。人数が増えるんで、まあ、その前に来たらラッキー程度でいいのかなっていう感じで、混ざっとこう。打開で、またちょっと人を引っ張ってきます。コーチか、コーチ1人はちょっとやだ。2人、そうだね、まだやっぱり魂だよな。ここでも敏捷90取れんのか。よし、ちょっとやろう。2人引っ張ってこれて、この経験点だったら全然いいでしょう。でチームのために大変じゃないでしょうか。体力を回復する、自分のために。でこれでみゆきが来たから、星空星光くんで技術は3にする。でこうちとハルッチがいるんで、これはこれでいいでしょう。全然。あとはコーチから金徳をもらう。くれ。年内にもらえるとなんか楽だよね、気分的に。どうでしょうか。ダメです。で餅つきバトルも最初は体力を回復してくれるんで、まあ、結構いい。だ3回目にね、失敗すると体力削られるんだけど。なんか能力依存してんのかな、よくわかんない。さて、くんなかった。ここ人がいる。上がるのはないね、悲しい。どうしようか。そうすると2人引っ張ってきたいというのがあるので、まあコツもあるし、ここでいっか。まだ20は溜まってないんで、ちょっと基礎経験点を上げるのは無理だね。ホーム死守6回目盗塁アシスト、なんかいんねえ、コツばっかもらってしまった。ちょっと無駄だったな。潰そう、さすがに潰そう。キャッチャーは1はちょっときつい。満塁男も2でいいでしょ。サヨナラも3でいいでしょ。あと何、ちょっとムードで、ホーム死守、プレッシャーも取っとくか。盗塁アシスト安で、ちょっと総力を上げていきますか。あるからちょっとあと揃えつつ、なんか霧のいい感じで、パワーが少し少なめ D まで。ミートは A まで上げられるかな。よし、こんな感じ。さて、あ、技術いいね、いいけど、いいけど、バックアップレベルが上げられる。星空星光くん、あれか、総力の可能性もあるのか。え、あと誰残ってる。そういえばタッグ組んでない人たち、3は2つになるはずなんで、奥村とかか。いや、わかんねえ、なんかわかんねえけど、あげとこう。星空星見つく、グラブさばき、敏捷、敏捷が3になったで、2回目長所を磨いてもらいましょう。流し打ちで、ちょっとそろそろメンタルやっとかないとやばいけど、無理だった。いや、ここは無理だな、さすがに無理ですわ。沢村だしね、金回るとかだったら回復ができたんだけど、これはもう本当にしょうがない。でタック、ま、上がるものはない。コーチはいる、324。そう、これ3になるとね、マジで経験点もらえるから。だからあとね、バランスをやっぱり保つことだよね。バランスを保つこと。
早めにあげると結構余るから。コーチどう？小さかった。悲しすぎる。どうでしょうか。かなり掴んだ。これ初詣に行って、これもちろん体力を回復させます。彼女がいるわけではないので、俺は野球に捧げた。それだけ。野球のために体力を回復させる。練習のためにね。練習の鬼だから。で、精神もらっておきましょう。で、守備練にしとこう。で、次ちょっと川上を引っ張ってこようかな。バックアップレベルが2のまんまなんで、技術がちょっと怪しくなってきたんで、川上を引っ張ってはきたいんだけど、もう敏捷はちょっとやっぱりいらないよな。そうすると筋力技術のあるここで、バックアップ経験点で稼ぐっていうのがね、かなり肝となるんで、感動した。次何の経験点がもらいやすくなるかっていうのはやっぱり必要で、ここは上がるわけではないんで、ちょっとコーチだな。コーチからもらえてないっていうのが今のところちょっと懸念点ではある。なんだろう。うちのコーチどうした。機嫌が悪い。で、体力は回復させる。で、モテを盗む時もちょっとあまり減る系は良くないんで、無難なものにしておきます。あ、これ技術上がるな。あ、そっか、レイリーは打撃とあれだから、ちょっと1人しかいないんだけど、バックアップレベル技術が上がるんで、ここは回収しておきます。で、これでとりあえずバックアップレベルが揃ったんで、あとでかいのが来たらみゆきを使う。で、沢村もいいところに来たらちょっと引っ張ってきておくっていう感じですかね。やる気は下がる。これはしょうがない。じゃあ S にはしておきますか、とりあえず。で、総力はもう上げきっちゃうか。上げきれるね、ギリ。ちょっと待って、なんか残しとこう。なんかで必要なのかもしれないから。いや、こんな使うんだ。S から上限突破させると。2人。川上を引っ張ってきたい感じはするけど、でも前園にするか。バックアップレベルが3になったんで、ゾノを先に引っ張っていきましょう。はい。ということで、ここ。あとはやっぱりコーチだね。コーチは追わないとな。で、あと投手練習でね、どれだけコツを取れるかっていうのも意外に重要。基礎コツとかね。で、ちょっとゾノにします、先に。筋力。OK。で、また1になっちゃったから、今度はコーチ。コーチはね、足なんで、やっぱり、敏捷ポイントはね、余るんだよね。まあ、余るっていうか、余裕ができる。ここ、精神2人、本当だったらな、こっちやりたいんだけどな、コーチがくれたら、もう絶対こっちやってたんだけど、まあ、どっちだよね。ちょっとやっぱり、新球界の頭脳は欲しいんで、どうでしょうか。これ一番ひどいやつじゃん。青銅高校とかひどいな。出たー。これ敏捷余るわ。余るけど、でもこれはちょっと回復しときたいよね。で、さらに敏捷が2人くっついてくるからね。これで、まあ、総力バーストも重いっちゃ重いからね。本当はどうしようかな。そう、総力はね、割と余るんだけど、ちょ、メンタルやるわ。魂のために守備力9回目で、ここはね、降格砲のコツが取れるんで、まあ、コーチは後でいいと思います。もう多分今回コーチ言ってる。降格砲取っちゃおう。で、筋力が結構ない。片岡監督、いや、ここやりたいな。練習的にはね、1人か320やっぱ取れるんだよね。取れるのよ。でも今足りない経験点を考えると、ここをやっておきたい。
135、135、あれこれってさ倍にするとどうなる？ちょっと135×2で 270×2 540で90、90+180720か。でかいな。みゆきちゃん使っちゃう？いや700か。臨床はいらないな。ちょっといいや、もう一回ちょっと様子を見よう。でそうすると精神はこれでちょいちょいね、小銭稼ぎみたいな感じでできるからね。でここはどうする？洗い直すか。洗い直して、いや司令塔にするか。司令塔にして奥村を待つか。コーチがまだ取れてないから、ここはだからケースバイケースで、今は球界の頭脳が取れてないんで、球界の頭脳を一回置いておきます。司令塔にします。で奥村もね、まだ進んでる最中なんで、何よりあれもまだ少ない、キャッチャー普通1だから。片岡監督、コーチはいない。じゃあ回復しつついきますか。少し何をさばく？守備力1だけどです。で肩もちょっとパワーがないけどやっとこう。で補給は精神が足りないから、精神もちょっと意識してやっていかなきゃいけない。でノリはちょっとまだあれが足りないから使えません。はい、19。次ノリを引っ張ってくるか。ようやく やる気が上がったな。餅つきどうなのこれ。前に勝つ。負けた。やるな。13下がるからね。でもまあ総力バーストは臨床ポイントあるんで、まあ大丈夫。あ、ここはじゃあもうちょっと真似しとくか。で球界の頭脳来たんで、これはもう取ります。取れません。何が足りない？精神が足りない。やべえな。コーチを追うのはやめよう。精神くれ、俺にない。まあ、そもそもコーチもいない。ノリは1人か。ほっとこう。沢村フルヤ、ここはレイリーのコツか。ゾウの1人こちらな。で次ノリを引っ張ってこい。こっちはちょっと置いとこう。守備力11回目。でこれは意外にね回復できるんでいい。で守備、いない、いない、いる、いるけど、いるけど俺は今精神力が欲しいんだ。そんなわけでノリはいない。ノリここか。これどんくらい違うんだ。90、90、90、90捨てがたいよな。こんなことやってるからさ、ノリがいつまで経ったの。いや次ノリやろう。ノリがいいところに来たらやろう。大丈夫、取り戻せるよ。パワヒタください、マスコさん。やった。でちょっと球界の頭脳抑えられるときにも抑えちゃいます。はい。でシラス、ノリ、わこれ来る。なんか沢村とあれっぽくない？コーチ回復ができる。しかもこの場合敏捷が少ないからな、やる価値はある。やろう。で最悪コーチから降格を取ろう。どうでしょうか。全然ダメです。34。いやもう敏捷ポイントいらないっす正直。いいっす。精神なんだよね。ノリがいるか。ここにするか。金徳取っちゃうとノリが使えないんで、はい。ちょっと待って、何回目？13回目か。
できればフルヤと練習したいんだよね。バズーカ欲しいから。で、バーストトロー。はい。間違えた。はい。精神が足りてない。精神が足りてないです。で、では、のりちゃんお願いします。アニソン。精神くれっかな。貧瘍だった。一番いらねえ。技術。金回る一人か。奥村。コーチ。精神も取れる。やろう。沢村もいる。あ、もう4月になってんじゃん。いつの間に。時が経つのは早い。くんない。あ、ようやくか。オッケー。とりあえず、通過した。独身術。からのよ。俺が欲しいのは、コーチ。でもコーチ2人あれだな。敏捷がつくな。いや、違うな。これ、古谷と倉持になるか。どうする、どういたしましょうか。216でかい。精神が欲しい。今俺に足りないものは何か、それを考えた時、それは精神よって精神練習をする。あと1年生練習もねやんなきゃいけないんで、ちょっと待って。14回目。いやもう絶対忘れる。これ励ます。フレーフレー。浅田かな。浅田って何くれるんだっけ。技術。どうだろう、どうだろうか。で、金回る1人でしょ。金回るはもういいや。3人。ここはもう誰が来るんだか分かんねえ。ゆい瀬戸か、片岡監督。結局足がくっついてくるんだよな。沢村と落合コーチか。ここはダブルタックも来てるしな。400、まあ、倍化させても、あんまりさっきの700やっぱ倍化させとくべきだったら。いやでもここ沢村引っ張ってきて、いい経験点練習があったら沢村を出す。でいい経験点練習がなければ落合コーチの降格法を取る。よしこれ行こう。でその前にちょっと独身術を押さえとこう。これで結構まあ使ったは使ったよね。よし行きまーす。大丈夫だよね。はい、こうやってなるべくね全ての確率をうまく上げる。沢村何ミラクルボイスか。どうでしょう。ダメだ。聖堂魂をちょいちょいくれるんだけど、なんか確定が欲しいよね。そのまああれでもいいかもしんないけど、ランダムでも何回かやったらさ、評価が上がったら確定でくれるとかっていうのが、評価がなくても金徳くれるけど、評価が上がったら確定でくれるみたいな、そういうあれが欲しい。ミラクルボイスってどれ、司令塔も取るか。ミラクルボイス精神を使うね。あ、コブなんだ。あ、もう一、ちょっと待って、でも75か。これでいいや。でちょっと練習を見る。で、凄まじい記憶でいらない。貧瘍はさすがにいらない。いや、いいわ。これはちょっと落合コーチ合格法を取らせていただきます。で合格法って結構ね重いんだよね。取れない。筋力が足んねえ。ちょっと筋力を集中的に集め始めますか。ただね、回復をしたい。であと能力だよね。筋力をちょっと引っ張ってきますか。筋力誰だ。もう5月だからね、ちょっとやっぱり考え始めないと、後々のことを。でパワー全然ないもん。ちょっと待って、筋力って誰、確認しよう。1年生筋力、瀬戸か。生徒魂は20あるんで、瀬戸がちょうどいる。違った、浅田だった。1年生の名前がわからん。だからここはもう本当にこういうの敏捷取ってもしょうがないんで、いや落合コーチがいるんだけど、少しでも筋力を稼ぐためにここだよね。
古谷と前園の2人を引っ張ってこれるんで、次の筋力がかなり期待できる。呼吸、よし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 、体力は回復した、問題ない。で、片岡監督3人いるから216引っ張ってこれるでしょ。勇気か、3人どうしよう。瀬戸片岡監督、瀬戸か、どっかで聞いた、いい名前だ。お前を引っ張ってこよう。で、何が必要なんだっけ。よし、キャッチャー、ここで取れんのか。瀬戸くん、ミート、いや俺のミートはすごいぞ、もう S1 だからね。じゃあちょっとパワーを一旦能力的に B まで持ってって、で補給も上げとこう。補給必要なもんあったもんね、だってで S で、あと足りてないのは肩も A にしておくか。これで瀬戸を発動させる、筋力軽減点。パワーヒッターも取んなきゃいけないし、広角砲も取んなきゃいけないし、広角砲でもう終わりだよねこれ消費して終わり。はい、さて5月か、もうちょっと厳しいよ。ここがいいな、経験点的な話をすると。いや、やっぱり700引っ張ってくるべきだったな。星空星光くんってあと何持ってんの。インコースとかだっけ。アベレージヒッター持ってたよね。いやー、アベレージヒッター欲しかったな。18、みゆきは結構使えるようにしておきたい。216だけか、一回回復させるか。まだ5月、まだあの甲子園行くまではチャンスがあるんで。精度量、インコースは回収しよう。でちょっと18だからまだ取っておく。でメンタルやる、1回は使っときたよね、あのバックアップ経験って2倍、どっかでは多少のことが来たらやっちゃおう。ダメ、135135、いや微妙。あとは誰を引っ張ってくるか。足はいらない、足はもういらないんだよ。というわけで結城と川上をまた引っ張ってくるか。はい、パワヒーも取れるときに取る。29、タックは正直ね起きてなくても大丈夫。落合コーチがいる。200、いやあの700はやっぱやっとくべきだった。でパワヒーはもうどうせ1でしかコツ取れないから、あと肩でしょし、で S あればとりあえずはまあなんとかって感じだし、で1年生組は取れなさそうだな。むちゃいこっちやるか。で筋力もまあ欲しいんだな。金回るとクリアか、使わないな。いやまだちょっと、まだ7月まで粘ろう。これはコーチ来ない。324、技術がすっげえ余りそうだけど、技術は結構使うからな。90、90、27、だってこれ600、700、800でしょ。で誰持ってこれんの。ハルッチか。練習経験点3倍って意外に微妙なんだよね。浅田と結城、浅田と結城か。生徒魂を使うか。じゃあ今俺に足りないのはやっぱ精神だからね。精神と筋力がちょうど足りてない。いやまだ大丈夫で、どっちか使おう。あの必要な経験って精神だよ。だから精神誰、守備職人超ありがたい。敏捷はいらねえわ。技術、ちょっと待って、精神が欲しいです。その前に
さすがに守備職は1でいいでしょう。打球伸びを取るかと。で、精神がくれるやつ。ゆい少年を引っ張ってこよう。もうこっから先は、あれだからね。調整だからね。ゆい少年。どこにいる？ここにいる？いる！回復できる。ただ、敏捷はいらない。いや、敏捷はいらないって言ってもな。100、100でしょ。いや、やっぱりゆい少年だな。ちょっとここは、回復の意味も込めて、タックもあるし、やろう。で、ゆい少年を使おう。もう次。それでだいぶ余裕ができるでしょう。で、一応練習見ていい方があったらみゆきを使う。サビフティアだからさ、いらないんだよ。もう145145、この300をねうまく重ねられれば。で、そう考えると結局さ、敏捷か技術しか300になんないから、そういうことか。まあなんだ、一つ学んだ、一つだけで、一層取ろう。ちょ、かくらんぼ取ろう。これだいぶさばいたな。いいんじゃないですか。じゃあ、ゆい少年を使っちゃいます。ここは。総力に応じて、俺が総力に応じて、いや、早めにやったよね。大丈夫です。精神が欲しい。新商品。意外性。で、コーチだよな。欲しいんだよ。コーチ欲しいんだけど、経験点的にはいらない。いや、ワンチャンかけるか。誰が来る？コーチと沢村か。沢村引っ張ってこれんのか。それでいけえな。やろう。ここで球界の頭脳を取りつつ、沢村を引っ張ってきつつ、よし、来た。完璧。俺5番か。そんなにあれが高くない。でも筋力のいい練習が来たら使おう、バックアップを。勇気を引っ張ってきたはずだからいけるよね。勇気を引っ張ってきてるから筋力はもう1確保してるからって。敏捷がマジでいらんわ。新球界の頭脳、よし、 OK。 最低限のことはできたな。盗塁とか走塁とか取っとこう。守備移動いいんじゃない。直取りしよう。でまだ7月の1周だからいけるいけるいける。体力も申し分ない。あと、よくわかんないんだけどさ、あのハルッチの新バージョンもあったよね。あれっていつ来んの。何もない。いや、関係ない。タックなど関係ない。90216、これはやろう。90、いや、これだな。もうこれでいこう。沢村があって、あとね、みゆきも使えるから、ここは沢村でいきます。で、どれ、これ、違う。わけのわかんないのをやりそうになってしまった。精神か。技術引っ張ってきたいね。そうすると、まだもう2周チャンスはある。技術ちょっと引っ張ってこよう。やっぱり1年生練習はなんか無理だな。発動できねえわ。なんか捨てないとダメだからね。で、パワーはやっぱり A にしておきたい。見てくれ的に。精神がやべえ。なんで精神そんなに俺こだわったんだ。もういらなくねえか。謎。むしろ技術が欲しかった。競争心とっとこう。いや、でもね、結構ね、特能は精神必要だから、いろいろと、まあ、技術も必要だけど。逆境取ろう。これで、あと、だから精神はもう悩まされることはないはず。悪球打ちとっとこう。じゃあチャンスとか取れんじゃん。アベレージヒッターコツ欲しいよな。星空星光くんコツをくれないかな。チャンス取って、盗塁走塁、こんなもんでどうでしょうか。で、16あるんで、みゆきは発動できる。
135か。でもここで技術技術が来るんだよね。226、いや技術だな。技術技術を発動させて、技術技術を発動させて最後の練習でみゆきのバックアップをかける。完璧完璧で、おこぼれもちょうだい。ビンショットアップ何に使う。まだまだ使いどころはあるね。よし行こう。聖堂リードで迎える8回です。今日3打数3安打。鳴宮お前はもう能力的にちょっと弱い。新バージョンが出ないとお前はもうついてこれないよ今の環境にな。ちょっと待って、やばい。実はホームラン1本しか打ってないのだ。しっかり見る。直球は外れてボール。投げた。え、どうこれ。いかねえし。一応勝った。ちょっと危なかったけどね。で、最後まだ練習できるんで。最後に技術のバックアップ経験点。135、300。よし、これだ。走塁はいいや。いやでも経験点だけ考えるとこれだよね。135、いやもう走塁でいこう。3人か、まあ、4人は揃わなかったね。しょうがない、しょうがないけど、バックアップ経験点2倍を使おう。で1年生がやっぱり取れない、難しい、足りないってか溢れるし、若干筋力不足か。それを考えると、盗塁と走塁はじゃあやっておくか。で粘りも取ろう。意外性はコツがあるから取る。ちょバントも取っておく。でいきますか。あれ使った。俺使ってはあるね。そりゃそうだよね。そりゃこっちだよね。はい、やった。まあ甲子園でねコツコツ稼いで、てか試合経験点ボーナス高いんで試合もねかなり点を稼げるんですよ。886で、そうするとじゃあ冷静とかもいいんじゃない。衝撃一発逆転とかちょっと今の経験点からすると重いかな。窮地とかは悪くない。打球伸びはちょっと困ったとき打球伸びなんで取る。2まで取っちゃおう。でささやき炙りもまあいいでしょう、まあ、とりあえず一旦これで置いておきますか。まだまだ伸びるからね。ここもバックアップ経験点あるから。でそうすると少し筋力を引っ張っていきたいかなとは思うので、ただ一回回復しとかないとちょっときついんで、フルヤで、フルヤはこれ絶対引っ張ってこれるんで回復しよう。あとは練習をする。何気に最後の聖堂魂が経験点に変わるっていうのもいいよね、まあ、彼女キャラがいるところじゃないんで最後のエピローグ経験点的なものでそういうのがもらえるのは嬉しい。聖堂リードで迎える8回。いや聖堂ここいいね、強い。無理やり打ったけど、これはヒットになります。前園三塁です。とおお、さすが沢村、エースナンバー背負ってんのか今。ここでもう100近く入るからね。でちょっと気づいたのか、肩乗ってねえじゃんっていう。はい、これでいいよね。弾道とかどうする。俺いつも3にしてんだけどさ。で90、もう金回るが絶対来るなこれ。いやいい筋力練習がねえな。片岡監督が来るかって言われたらちょっと保証ができないんで、そうすると、まあ、経験点に走りますか。うまくいけばゾノが、金丸がまず来る。金丸ゾノ、これが一番理想。金丸ゾノ、金丸ゾノ。落合コーチもういいや。
ってなんだかんだででも敏捷もそれなりか。はい、リードで迎える。あ、葵ちゃんに変わってる。マリンボールか。連続でホームランを放っている菊池。マリンボール見送ってボール。カーブ。第2球。まあ、変化球中心だからねこの子も。見送ってボール。第3球を。ストライクに入ってきたら打ちますかって思うけど、そもそもストライクに入らない。投げた。ストライクに入ってきたら打つ。それだけ。簡単な作業だ。おお、頑張る。エースナンバー背負ってんじゃん。沢村。さて、じゃあ最後はもう本当に練習だけなんで334。でも俺筋力が欲しいんだよ。筋力っていうかあれを S には持ってけねえな。はい、左も回収するか。じゃあ怪我しにくさって意外に美味しいんだよね。早急20までにしとこう。アベレジヒッターか。直撮りしよう。で内野安打。バント職人はいらない。でチャンスメーカーヘスラ一応ホーム突入とか軽いし、この辺は少し重いな。筋力が重いんだよね。まあ、とりあえずあとリベンジだけ取って置いとこう。ここか。バランス的にはこっちだよな。なんか全体的に得能を取ろうとすると334100違うのか。100だけだったらこっちでいいんじゃない。だから技術だけす余りそうな。あと技術使う得能を見ればいいんだよ。やっぱいろんなのが付帯してくるよね。アウト、インコース取ってあるもんな。いや、バランスがいい方がいいんじゃないかと俺は思う。そんなわけでちょっとこっちを選びます。ここはだってもうあれだもんね。で少し筋力不足になったね。まあそれはしょうがない。絶対的に足りてないわけじゃないんだけど少し不足してる。あとは本郷を打ち砕いて終わり。何高校っていうのこれ。読めない。先生のチャンスです。俺ちょうどね甲子園に出てた時だけ読んでないんですよ。第2球投げた。これはそこの部分だけ抜けてる。入った入った。制度を追加点のチャンスです。本郷とかちょっとキャラがわからん。スプリット初球を打った。本郷ともう一本打たないとホームランを。6回です。ツーアウトランナーなしという場面で菊池見送ってストライク。スプリットはねやっぱり打ちづらいよね。第2球投げた。ストレートか。やるな。ドクター K も持ってんだ。第3球を投げた。低めボール。第4球を投げた。いや重い。球がもう一回まっすぐなかった。113か。それでもまあ113取れるからね。で20回収してでドライチ取るのはここのここ難しいんでしょうがない。で最後に30何ポイントくれるんで生徒魂30いくつ溜まってたから34。まあいいよね。いい経験点は出るよ本当に。ここまあそんなわけで最後の調整をしていきましょう。欲しいものは4番ではないからな。ちょっとパワーが低いから本当はね見てくれ的にパワーを S にしたいんだけど特能を取っていきますか。2だっていいよね。ヒットを打つと相手投手のスタミナを削る。はい取ります。ここをちょっと他上から見ていこう。左はちょっと丸でいいかな。怪我しにくさもね査定的にはいいらしいんだけどちょっと筋力を結構使うんで置いておきます。やっぱもう筋力を使うやつが残っちゃってるかな。いぶし銀少し精神が減ってきたね。
追い打ち、やっぱり敏捷感余ってるわ。ラッキーボーイは、あ、本塁生還にしよう。速攻もまあ、さばけるはさばけるけど、サイン察知か。で、あと、技術。とはいえ、バント職人、精神50か、どうなる？いやー、なかなかでかいな。でも、技術100。さばけるのはまあでかい。タイエース、レーザーフィーバーもそもそも関係ないしね。追い打ちを取るかちょっと悩みどころ。ラッキーセブン、あ、速攻取るか、速攻取ろう。であとは対左20まで取る、技術をさばくために。で、あと3つを使うやつ。あんまり筋力を使わないってずっと言ってるけど、なんか最近同じことしか言ってないよな、俺のサクセス。同じことをずっと繰り返してる。なんとかが足んねえとか。連打。リベンジは取ってある。ラッキーボーイか、これは。バランス的にはラッキーボーイが悪くなさそうだけど、これで精神が枯渇するんだよね。で、やっぱ、弁償が余っちゃう。もうそれはしょうがない。パワー上げとこう。はい。というようなところですね。一応 PG1 まで届いたんで、ちょっと名前を PG1 にしたいと思います。ニックネーム。PG1。はい。はい。で、OK です。うん、やっぱ強いね、新生度ここ。だからこれもし1000丸つくともさらに伸びるんで、多分特殊能力とか総取りできそうな気がするんで、まあ、やっぱりキャッチャーの新生度高校はほんと強いんで、まあ、今もね何枚か天才の入部届はまだ配られてる状態だと思いますので、まあ、ピッチャーじゃなくてキャッチャーを量産するのもいいと思います。まあ、キャッチャーのね金徳とかも、取りやすいので、本当に新生度高校でキャッチャーを揃えるっていうのを、まあ、やって、まあ、他の高校で別のポジションを、作っていくというのがいいと思います。まあ、今回ただね、まあ、自分のやり方を、基本にして、あとは、ね、1年生の、制動量をこなしてもう1個金徳増やしたり、あとは、4週練習に関してはねちょっと運なんで、まあ、あれですけど確率を高めるっていう意味では2人同じ練習で帯同で引っ張ってきてくるかどうかっていうところですね。で、1年生の練習が増えてから4種類練習は狙っていけばいいと思います。1年生が来る前にたまたま来たらそれはそれでラッキー程度で、思っていただければいいのかな。で、あとコーチはそうだね、ガッチムチでやるんだったら最初の方に来なかったらもうリセットするとか。ただ新生堂高校はやることがいっぱいある、本当にやることがいっぱいあるんで、まあ、そこを整理しつつ優先順位をつけて今何が足りないのか下地を作っていくのを、最初は重要視してやっていけば、かなり強い高校だと思います。もうこれやるとねやっぱり他の強化の高校をやる気がなくしちゃうんだよね。もう海東高校とかやる気がないっていう、まあ、そんなところです。というわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。